皆さんこんにちは、ジーナです。ほー、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。音楽フェスザリベンジの4日目、ようこそ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日もすごい、本当に真逆な曲、2つちょっと選択しましたので、ぜひぜひぜひ両方お楽しみください。前半および今何見るかって、ドブロックさん。はい。これも、皆さんにお勧めされてて、まあまあまあ、とりあえず一緒にちょっと見ていきたいと思います。なんかタイトルはさ、ちょっとやばそうすぎ、もうやばそう。ちょっと怖い。だって駄菓子屋のおばあちゃんの歌って。マジで。今回おばあちゃん相手にする気。ちょっと怖いんだけど、一緒にちょっと聞いてみたいと思います。前は、なんだっけ、何来たっけ、もう忘れた。一物音頭かな。あれはあのコメントあったね、確か。ちょっと、まあまあいいじゃん、いいじゃんっていう話で。今日も何その一物音頭とおばあちゃんって話。最悪や。とりあえずちょっと、聞きます。いくよ。せーの。真剣な顔やし、やばい。怖い。長い影を引き連れてゴム通りパタパタ鳴らして駄菓子屋までの一本道行き来らして走った汗を拭うのも忘れてアイスに夢中でかぶりついて俺たちは世界の真ん中で訳もなく笑った駄菓子屋のばあちゃんはいつも悪ガキどもと叱りつけてはシワだらけの顔くしゃくしゃにして微笑み包んでくれたそして今行かないように出さないようにばあちゃんの笑顔を思い出して果てないようにフィニーラーのようにばあちゃんの頑張れって声を思い出してやめてくれ引くわ抜けたあのな
いや、今回に限ってめっちゃいい曲じゃないかなと思って、最初はね、歌いだしたら絶対さ、もうちょっと待って、これも皆さん、ほんまに失礼しますが、右の方、左の方、名前が分かんないんだよね、ジナ。だから右の方、ドブロクは何、その全体の名前かな、まあまあいいや、ギター持てない方、そう、が喋り出すと台無しやねもうせっかくいい曲やったのにそこかよと思ったもん。いやマジで絶対そういう話におばあちゃん入れたらあかんて、あかんて、それもうやれやれ、はい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 、トラウマあるんかなこの二人深刻だねこれ結構やられてますなちょっと、いやまあ面白かった、面白かったけどさ、なんか細かすぎて想像してしまうじゃない、なんかそれが嫌やなと思って、ちょっとな、入れ歯はマジでやめてくれ、ほんまにあれはちょっとちゃうなああ、いやおもろかった、おもろかった、はい、皆さん面白かった、ありがとうございます、これもおすすめいやちょうどさ、毎日なんで駄菓子屋さん行ったんだよ、めちゃくちゃ優しいおじいちゃんおばあちゃん行ったんだよ、だからこれ聞くとあかんって、マジでもう嫌、はい、そういうことにしときましょう、はいはい、とりあえずまあドブロクさんねという話です、はい、ありがとうございます皆さん、後半ぜひぜひぜひ来てください、真逆な曲ちょっとやりますので、ほんまにもうこれの真逆なので、ぜひぜひぜひ一緒に聴いててください、待ってます、そして概要欄ぜひぜひご覧くださいませ、2月と4月、舞台に出演しますので、ぜひ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 ジナ会いに来てください、お待ちしてます、 OK、 バイバーイ。